どうも、うみです。本日も彼女は最後にそう言った続きからやっていこうと思います。おい、はい、前回はね、ここまでね、確か友達を4人ぐらい、この子たちと話してって感じでしたね。まだ女の子と会ってないって一番重要な、今回はそこをね、絶対に会うと思うのでやっていこうと思います。人は忘れることによってストレスを解消するらしいぞ。そうなんだ。大失敗したこととか悲しいこととか全部忘れちまうことで自分を守るんだとさ。でもさ、結構そういう悲しいとかさ、嫌な思い出って残るとか言わないっけ？どうなんだ。お祭りといえばやっぱり金魚すくいだよね。一回やってみようかな。でもうちで飼えないしな。わかる、その気持ち。私も金魚すくいやってみたいけど飼えないからできないんだよねはい、当たればハッピー。スピードくじです。一回やっていきますか。お、やる。ありがとうございます。それでは抽選スタート。ガラ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 。残念、外れです。なんでやねん、なんでやねん。これ当たり出るの？やっててれば。お、おめでとうございます。大当たり。素晴らしい。あなたは今年はハッピー間違いなしですよ。私が保証します。どうもそれだけが。ありがとうございます。でも気分は良くなるね、そういうこと言われたら。ありがとう。金魚すくいいかがですか？大きいのもちっちゃいのもたくさん泳いでますよ。はい、町酔い村歌ったっけ。あれ、待って、歌方祭りに欠かせないいろんなお面が揃ってますよ。あなたも一ついかがです？町酔い村だったっけ、ここ。はい、すみません、ちゃんと調べてきたら松宵い村でした。はい、もうね、記憶がね、私やばいね。狐にひょっとこ、ハンニャにゴリラ、ゴリラ、いろんなお面があって迷っちゃうな。でもゴリラのお面だけは絶対にやだ。私一番いいと思ったのに、なんでこんなもんがあるんだよ。まあゴリラさんに失礼ですわまあゴリラのお面があるのはすごく珍しいけどね。これは、入った。警察署。ちょっと待って、外にいる。でこの人に話しかけたらスピ、進みそうなので、とりあえずこの警察署にじゃあお邪魔して話そう。小柳。はい、どうもこんにちは。松宵村で駐在させてやらせてもらってます小柳と申します。お祭りはいいですね。今日はとっても楽しい一日になりそうです。はい、いい警備頑張ってください。じゃあ、畳の部屋。何の部屋これ。駐在所。そっか、駐在所なんか。すごいね、広いね。こんな広いんだ。これは段ボール、段ボールか。はい、じゃあここには何もないと。でこっちになんか売り物をしてる。へらっしゃい、マヨモソースも青のりも全部かけ放題だぜ。マヨモな、マヨモ青のりもってことはたこ焼きだね。はい、あなたは。この村の祭りは歌方祭りと呼ばれているよ。歌方というのは水面に浮かぶ泡のように儚く消えやすいもののことだ。一夜だけ戻る死者や一晩だけの祭り、どちらも儚いものだよな。慎太郎は歌方祭りについて記憶した。はい、そうなんだ、そういう意味なんだ歌方って。ハンニャのお面がいるよ。歌方祭りでは死者を迎えるためにお面をつけて村を練り歩くのが伝統なんだよ。死者は恥ずかしがりだからお面をつけてお祭りを楽しみに来るって言われてる。みんながお面をつけていれば誰が死者かわかんないから死者も遊びに来やすいだろ。慎太郎はお面について、記憶した。確かに、確かにって、私幽霊のこと何もわかんないけど、そういう理由なんだって言われたらね、ちょっと納得しちゃうね。もう宗助ったらどこ行っちゃったのかしら。またどこかでいたずらでもしてるのね。おとなしくしててって言ったのに。宗助、息子かな、お母さんっぽい。これ宗助やない、違うか村人たちはみんな歌方祭りのために何ヶ月も前から準備してきたんだ。松宵村に住む人にとって今日は特別な一日なんだよ。そう、一日って言いにくいよね。一日。お、ちょっとこの家はね、なんかありそうなんで、とりあえず外から回っていこう。これ何、ピザ屋さんみたいな。祭りの屋台の花形、お好み焼き屋はここだよそうだよね、ピザ屋さんとか見たことない。プリプリのエビにイカ、新鮮な海産物を使ってるよ。よかったら食べてってね。食べたいけど食べれない。
ここを北にちょこっと行くと九条家のお屋敷があるぜ。あー知ってると思うけど、九条家は地元の名士さ、村長みたいなもんだな。あれ九条ちんちゃん、こ九条ちなんだ。祭りの夜だけ死者が戻ってきて祭りを楽しんでまた帰っていく、なんとも風流な話だよな。死んじまった俺のおっかあも今日この村のどこかにいて祭りを楽しんでいるのかな。うわだからお面してるのか。そうだったらいいな。うわーなんかいい伝統だけどちょっと悲しい伝統でもあるね。どんなに村の人口が減っても歌方祭りは毎年すごく盛り上がるんだよ。きっと死んじゃった人は人に伝えたい気持ちがあるからだと思うんだよね。あ、シントロ、今はこっちに用はない。いや、展望台に行ってみよう。展望台はここから北東の方だったな。あ、そっか、展望台に行く目的だったんだ、私。まあいいや、とりあえず、いらっしゃい。うちのかき氷屋はシロップかけ放題だよ。メロンでもイチゴでもブルーハワイでもじゃんじゃんかけてってね。さあ、この村のシンボル、天狗様をかたどった天狗飴はいらんかね。天狗の花に見立ててたっぷりイチゴジャムを塗りたくった天狗バナナもあるよ。天狗バナナ。歌方祭りは日が暮れて月の朝日が昇るまで夜通しずっと続くんだよ。日付が変わる0時ちょうどには死者の、鎮魂を願って鐘が鳴らされるんだ。祭りの夜は楽しくてつい時間忘れるからな。鐘が鳴ったら0時の合図だぜ。はい了解。0時になったら鐘ね。松湯村の松湯という言葉は来るはずの人を待つよいという意味があるんだ。へえ、来る人はずの人、あね、死者が戻ってくるという不思議な言い伝えがある。この村にぴったりの言葉だな。はい、お祭りの日って独特の雰囲気があるよね。テンション上がっちゃう。お、これはなんかたけしみたいな、ポケモンのたけしみたいな顔。あ、ちょっと読むの忘れた。やっぱり若いやつはこんな何にもない村より都会の方がいいのかい。まあ何にもないよりはなんかあった方がいいかな。そうかそうか、やっぱり一度は都会に憧れるよな。都会に出て一人暮らしをして夢に向かって突き進みたい気持ち、おじさんもよくわかるぞ。はい、ありがとう。わ、なんかいっぱいあるね。ちょっと、歌方祭りのフィナーレには毎年花火が上がるの。夜明けとともに上がる花火なんてここでしか見られないから、みんな楽しみにしてるのよ。慎太郎は花火について記憶した。待って、めっちゃ広くない？超絶広いんで、ちょっととりあえずやっぱ行こう。その展望台へ。あった！ありました展望台。あ、結構迷いましたね。てか私いろんなところ見回りすぎてめっちゃ時間食った。普段は絶対、普通はここでね時間食わないはずなんですけど、行きましょう。うわぁ、なんかいい雰囲気じゃない。何にもいい雰囲気じゃない。ちょっと怖い。え、なんもないよ。こっち？え、なんか怖いね。この虫の鳴き声がいい感じに、こう、天狗、ごめん、何、待って、今のは天狗、本物の天狗。ちょっと、追いかけた方がいいの？でもいなくなっちゃったけど、どうしよう。とりあえずこっち見てって、はい、お、あ、進んだ。誰もいない。歌方祭りの最中になる鎮魂の鐘か。鐘が鳴るのは確か0時ちょうどだったな。もうそんな時間か。あれ、なんか鐘が鳴、あ、そう、鐘が鳴ったら0時ちょうどって言ってたのね。彼女は？それから僕は展望台に佇み、手紙の主を待ち続けた。しかし、展望台には誰一人現れることなく、ただ時間だけが過ぎていった。どういうこと？どういうこと？え？出会わないの？彼女と。七海の死についてわからないことがある。七海の遺体はなぜ湖から発見されたのだろうか。湖は村の外れにある何か用事でもなければわざわざ行かない場所だ。あの日、七海はなぜ湖に行ったんだろう。そもそも七海は自分で湖に行ったんだろうか。え？自殺じゃない。考えれば考えるほど新しい疑問が湧いてくる。僕の家に届いたこの手紙もやはりいたずらだったんだろうか。一体誰が何のためにこんなことを。
何何謎だらけじゃん。来ないの、ナナミ。ナナミは？そろそろ朝日が昇る。祭りが終わる時間だ。結局展望台には誰も現れず、何一つわからないまま新たな一日が始まろうとしている。僕は展望台から身を乗り出し、改めて景色を眺めてみた。田舎の夜は暗い。近くにあるはずの山々も光がないせいで全然見えない。ああ、そうか。光がないんだ。今の僕には光がない。僕は暗い夜の中にいて、先を照らす光を見つけられないまま、辛い記憶や思い出から手探りで逃げ回っているだけ。このままじゃダメだ。僕は拳を固く握りしめた。知る必要がある。七海の死に囚われた僕が、ここから前に進むためには、七海の死について知る必要がある。間もなく登り始めるであろう朝日を待ちながら、僕は強く願った。真実を知りたい。たとえそれが、どんなに僕を打ちのめしても。びっくりした。なんか、もう、エンドになるのかと思ったけど。おー、びっくりした。あ、一生が終わりみたいな感じか。はーい。セーブ、ありがとう。ちょっと、なんかちょっとゾワゾワする感じ。怖いけど、なんかこういう話めっちゃ好き。どうなるんだろう、どうなるんだろう。じゃあ行きましょう。続けて次の章をプレイしましょう。なんかね、マジエンディングになるかと思った、そのまま。なんか、エンディングその1みたいな感じで。目を覚ますと僕は自分の部屋にいた。展望台からどうやって帰ったのか全く覚えていないが、きっとぼんやりしていたんだろう。お、ママ。慎太郎、いつまで寝てるの？もう夕方よ。東京に出て学校に通ってる間に、で、生活リズムがおかしくなっちゃってるんじゃない？そうそう、あんたに手紙が来てたわよ。珍しいこともあるものね。また？なんか繰り返してない？僕は母さんから手紙を受け取り、じっくり見てみた。何の変哲もない茶色の封筒、消印はない。慌てて中身を確認すると、中にはノートの切れ端が一枚だけ入っていた。お祭りの夜、展望台で待ってます。相良七海。なんでまた、同じだ。同じ手紙がまた届いた。一体どうして？今夜は村のお祭りの日ね。あんたも少し行ってきたら、きっと同級生にも会えるわよ。母さん、今なんて言った？だから今夜は村のお祭りの日ねって。祭りは昨日だったでしょ。何言ってるの？東京にいている間にお祭りの日も忘れちゃったの？だったらなおさら行ってきたらいいわ。久しぶりの村祭り、きっと楽しいわよ。あ、そうそう、慎太郎、誕生日おめでとう。あんたももう19歳になるのね。時間が経つのは早いものね。お母さん困っちゃう。全く一緒だね。母さん、今日は何日なの？あんた自分の誕生日も忘れちゃったの？さすがにそれはどうかと思うわよ。今日は8月15日だよね。間違えた。今私、慎太郎のセリフを普通に言っちゃった。8月14日よ。どういうことだ？村祭りの日も自分の誕生日も忘れちゃうだなんて、慎太郎あんた疲れてるのよ。どうせ一人暮らししてる間、いいもの食べてないんでしょ？ダメよ、ちゃんと食べないと。お祭りには出店も出てるから、そこで何か食べるといいわ。気分転換に楽しんでらっしゃい。ループか。8月14日の次の日はまたも8月14日だった。繰り返される。僕は自分の身に何かが起こったのかわからず、しばし呆然としていた。8月14日が繰り返している。一体なぜ？今夜は村祭りの日ね。これは死者を呼び寄せるという歌方祭りの不思議な力なのか。お祭りの夜、展望台で待ってます。待ってたけどね、来なかったよ、ななみちゃん。それとも死んだななみが僕に何かを伝えようとしているのか？あ、ループすることでなんか一つずつね、謎を解いていくみたいな感じかな。調べよう、ななみのことを、真実に少しでも近づくために。ななみの遺体を最初に見つけたのは一体誰だったんだろう。ななみの家族に話を聞いてみるのがいいかもしれない。僕の2回目の8月14日が始まった。うわー、なんか、いいね。
面白い。はーい。いや、めちゃめちゃ面白いよ。ループする系な話なのか。本当にまた祭りをやってる。一体なぜ？ループしている時間を記憶した。はい。サブイベントお願い事について。祭りの最中に様々な人からお願い事をされることがあります。何かお願い事をされているとき、時間がループしてしまうとお願い事をされる前の状態に戻ってしまいます。ご注意ください。なお、お願い事をクリアすると実績データに記録されます。実績データに記録されたイベントや慎太郎の記憶は時間がループしても消えないので、お願い事を引き受けたときは時間がループする前にクリアしてしまいましょう。ちなみにお願い事は一つもクリアしなくてもエンディングを迎えられます。了解。なので気が向いた時に聞いてあげるのがおすすめです。なるほどね。慎太郎、七海の家は村の南の方だったな。行ってみよう。南ね。ああ、そういうことね。なんでお願い事はじゃあ私後々って感じで自分でやるとして、まあ、ストーリーをやりましょう。あ、また同じだね。桜庭、慎太郎、なんだよお前、久しぶりだな。こっちに帰ってきてたのか。うわ、そうか、忘れてた。こいつとの再会も繰り返すのか。確かにそりゃめんどくさいね。いちいち俺だよ、中学生の同級生の桜庭だよ。知ってる、さっき見たから。突然なんだけど、実は今同級生みんなで集まろうって言っててさ、ちょうどよかった、お前も来いよ。え、ちょっと、あー早い。素早い。おー、みんな遅くなってごめん。それよりみんな驚くなよ。こいつ誰だかわかるか。録画したテレビ番組を何度も見ているような気分だった。その後僕の目の前でついさっき見たみんなの自己紹介と全く同じ自己紹介がもう一度繰り広げられた。はい。お、そういえば何、みんなは気づいていないのか。8月14日が繰り返されていること、繰り返していること。そうだよ。え、でも慎太郎だけじゃないよね。僕だけ。あのね、ななみちゃんから手紙が来てるっていうね、なんか不思議なことが起こってるから、繰り返しているのは僕だけなのか。てんてん、わからないことだらけだ。ひとまず今ななみの家に行ってみよう。うん、はい。自己紹介が同じ自己紹介をしたんですよね。九条の家も見たよ私、さっき昨日。じゃあ行きましょう。言ってることも一緒だったね。南だからこっちだよね。これっぽいけど、あ、ななみの家、これだ。暦。あら、もしかして慎太郎くん。本当に久しぶりね。おばさんのこと覚えてる？ななみのお母さんよ。そういえば慎太郎くんは今東京で暮らしてるんだってね。都会での生活はいろいろ大変なこともあると思うけど、くじけないで頑張って。今日はわざわざ来てくれてありがとうね。ななみもきっと喜んでるわ。お、いっぱいある、聞けることが。七海に最後に会ったのはいつ？4年前の8月13日の朝ね。あ、祭りの前日か。4年前、家族みんなで朝ごはんを食べて、それが最後だったわ。うわー、悲しい。七海が死んだ日何をしていた？あの日はね、朝から炊き出しを作っていたわ。歌方祭りの準備は、村中みんなでやるでしょ。だから村の女は集まって村の人たちのご飯を作るのよ。おにぎりとか豚汁とかね。炊き出しは、昼食、夕食、夜食の3食分作ったわ。夜食の炊き出しを作り終えて家に帰ってきたら、家ではお父さんが寝てたの。その時ここから2階の七海と周一にも声をかけたんだけど、夜中だったから返事がなくて、2人とももう寝てるんだと思っておばさんも眠ったのよ。そしたらあんなことになって。何が起こったの？慎太郎は七海の母の足取り、8月14日未明の相良家を記憶した。え、あんなこと。え、でもさ、やっぱなんかね、事情があったんだよね、七海の死について思うこと。あの日、あの子がどうして湖で見つかったのか未だにわからないの。警察の人は誤って湖に転落したって言ってたけれど、あの子はなぜ湖に行ったのか、本当に誤って転落したのか、私たち家族も七海について本当のことを知りたいと思っているわ。今日はお祭りの夜でしょ。七海が死んじゃったのもお祭りの日だった。お祭りの日なのか。だから今日なら何か不思議なことが起こって真相がわかるかもしれない。もし慎太郎くんが本当のことを知ることができたら、ぜひ私たちに教えてね。はい。じゃあ一通り聞いたんで、とりあえずママンはおしまいって感じで、
家族、あ、いた、パパン。パパンも辛いよね。影勝つ、影勝つ。君は、そうか、七海の同級生だ。七海の命日にわざわざ訪ねてきてくれたんだね。ありがとう。私は相良影勝、七海の父だよ。強そうな名前。何か聞きたいことがあるのかい？七海に、あ、同じことを聞く、あ、でも微妙に違うね。最後に会ったのは4年前の8月13日の朝だね。七海が遺体で見つかったのが8月14日の朝だったから、私が最後に会ったのはその前日の朝だ。一緒に朝食食べたよ。まさかあれが最後になるなんて思っていなかった。残念だよ。そりゃそうだよね。えでもね、ほんといつ人間って死ぬかわからないから、やっぱね、悔いのないことを一日一日やっていくのがベストだと思う。覚えよ、ほんとに。七海が死んだ日何をしていた？私は七海と最後に会ってからすぐ高田祭りの準備に出かけたよ。君も知っているだろうが、村を挙げての大きな祭りだから準備も夜通しやっているんだ。矢倉を組んだり出店の用意をしたりしているうちに22時を過ぎていた。家に帰ってきたのは23時前だったかな。祭りの準備で疲れ切っていたからすぐに寝てしまって、翌朝七海の遺体が見つかったと言われて目を覚ましたんだよ。うわ、そんな最悪の目覚め、最悪の目覚めだね。七海の遺体を見つけたのは誰？遺体を見つけたのは村人の誰かだったと聞いている。え、絶対怪しいよね。絶対村人の誰かだよ。この村には警察署も消防署もなくて、駐在さんが一人だけだから、あの時は県警からたくさんの刑事さんが来て捜査を進めていた。見たこともないくらいたくさんのパトカーが止まっていてね、村中大騒ぎだったよ。その時刑事さんに遺体を見つけた人は誰なのかと聞いたんだが、具体的に誰なのかは教えてもらえなかったんだ。結局事故として処理されてしまったんだけど、殺人の線もあったからね。肉親とはいえ私も容疑者の一人だったということなんだろう。捜査のことに関しては村の駐在さんが詳しいんじゃないかな。教えてもらえるかはわからないが、話を聞きに行ってみるといいかもしれないよ。え、それいかんくない？警察、さすがにさ、家族には言わないけない感じはするけどね。確か駐在所は村の真ん中にあったな。展望がたくさん並んであるあたりだ。よし、行ってみよう。はい、とりあえずパパンも終わり。なんか息子もいるみたい。あ、いたね、いたね。よし、聞こう。周一、七海の同級生か。俺は周一、七海の兄だ。兄か。俺に何か用があるのか？七海に最後に会ったのは4年前の8、あ、みんな8月13日だね。あ、でもそっか、朝飯だよね。父さんや母さんと一緒に家族4人で朝飯を食べた。七海はその後すぐ出かけたし、俺もその日は用事があった。それっきりだよ。湖のほとりにある巌流島っていうラーメン屋知ってるだろ？そこの店長が歌方祭りの日はすごく忙しくなるって言うから仕込みを手伝いに行ってたよ。やっぱみんなね、お祭りのお手伝いに行ってたんだよね。慎太郎は七海の兄の足取りを記憶した。うん。七海とは普段どんな会話を？どんなって別に普通だよ。仲が悪いわけでもなかったし、七海とは部屋も同じだからな。部屋同じなの？あ、これか。男女でね、男女で兄弟だからって同じ部屋ってあるんだ。同級生の話もよく聞いてた。七海は同級生と一緒にいるのがすごく楽しかったみたいだからね。だから君のことも知ってるよ、慎太郎くんだろ。それから桜庭くん、九条くん、宮子さん、千鶴さん、めっちゃ知ってんね。みんな七海から話を聞いて知ってるよ。わ、いいお兄ちゃんじゃ、いい兄じゃ。これじゃ七海のベッド？うわ、この花がね置いてあるから。じゃあとりあえず駐在所に行くってところですね。はい、では今回はね、ちょっといいところに、いい時間になったんで、ここまでにしようと思います。いやね、一章が終わってちょっと謎が深まりすぎてた感じなんですけどもどうなんだろうね。やっぱこう謎を解いていくって、こう七海ちゃんをなんか成仏っていうか、ね、この謎を解き明かさない限り8月14日をね繰り返すみたいな感じなのかな、慎太郎が。ちょっとめっちゃ気になるんでね、また次回続きやっていこうと思います。では今回も最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価ボタンなどお願いします。ではまたねー。